森国親王は、鎌倉幕府九代正医大将軍で、鎌倉幕府将軍の中で24年9ヶ月と、在職期間が最長であった。八代将軍、久明親王の子。八代将軍、久明親王と、七代将軍、これス親王の娘の愛の子として生まれる。遠京元年8月、父に代わって、わずか8歳で、正医大将軍に就任した。 当時幕府の実権は、執権の北条氏が握っており、将軍は名目的な存在に過ぎなかった。そのため将軍としての森国親能の辞責も、ほとんど伝わっておらず、文法元年4月に、大理造営の功によって二品に少女されたことが、わかることくらいである。また、大木衆の是非を問う問答対決の命を亡き、日蓮の六老僧の一人日老に下している。日老は、 高齢ゆえに、弟子日印を出し、文法2年12月20日から翌元王元年9月15日にかけて大黙宗と日本仏教全宗派と法論を戦わせた。結果、日印は仏教全宗派を論破し、幕府は大黙宗の布教を正式に認める。元行3年、後代醐天皇による倒幕運動が起きたが、その際に、 五代醐天皇の御子森吉親王が発した領事では、討伐すべき対象が、伊豆国在長寺政史尊公自暴止とされており、森国親王は、名目上の幕府の長としての地位すら無視されていた。現行3年5月22日、足利義明や新田義貞の攻撃により鎌倉は、陥落し、鎌倉幕府は滅亡した。同日に、特宗の高時以下法上一族の大半は、 東照寺で違いして果てたが、その日の森国新王の行動は何も伝わっておらず、ただ将軍職を辞して出家したという事実のみしか分かっていない。森国新王は幕府滅亡後の3ヶ月後に皇居したと伝えられているが、その際の状況も全く分かっていない。去年33、引き軍小川町には鎌倉から逃れた新王が、 地元の猿氏の庇護を受けた伝承が残っており、道庁にある大塚八幡神社は、神皇の肝心を受けたという伝承がある。日付は旧暦である。ありがとうございます。